そして9位で東洋大学、宇野からスーパールーキー柏原、今スタート。柏原が今箱根の山へと挑んでいきました。箱根の山に挑戦していくスーパールーキー1年生柏原が今出ていきました。少しペースが速いぞ、まだ先はあるんだからゆっくり落ち着いていこう、そんなアドバイスが飛びました。その5区山登りに挑んでいる東洋大学1年生の柏原隆二、福島県出身、いわき総合高校出身1年生です。1年生にしてこの山の適性、そして山に挑んでいくというこの山を担う山登りを任せられました柏原です。今井さん、その都道府県対抗の時に同じ福島県のチームで、はい、柏原と話されたそうですね。そうですね、話を何度かしましたけど、はい、すごくこう性格も良くて、向上心のある選手なので、期待してます。同じ福島の後輩になりますが、平山さん、はい、東洋大学の柏原が帝京大学を抜いていきました。これで3人を抜いて今関連同門に今入っていきました。はい、すでに順位を3つ上げている東洋大学の1年生柏原隆二。上野さん、はい、1年生積極的ですよね、本当にこの1年生は。そうですね、こういう積極的な選手がこれからたくさん出てきてくれると、やっぱ日本の長距離界もすごいこれから盛り上がってくると思いますし、まあ、ましてや山登りでこれだけ積極的に行ければ、もう平地とかでもガンガンに行けるので、やっぱ柏原君はこれからすごい楽しみですね。上野さんもどちらかというと、ね、そうやって世界と戦うために積極性というのをね、大事にするというふうに聞いてますが。そうですね、やっぱ積極的に行けない選手はやっぱ世界では通用しないと思いますし、す日本のレベルが世界と比べたら小さいものなので、はい、やっぱ最初から座っていって、で結果的にやっぱ行った分だけこうタイムにつながってくるので、まあ、柏原君みたいな選手はこれから必要だと思います、はい、そうですか。6位を走る東洋大学の柏原が今5位の明治大学、そして4位の中央学院を間もなく抜こうというところ。柏原が驚異的な走りでペースを上げていきます。この上りに行きますと一気にそのスピード、力強さを感じます。明治大学の小林優太、そして今中央学院大学の辻茂樹、その横に並んで辻を抜いて前に出ました。2人を抜きました。これで5人を抜いて、これで前を行くランナーは4人、この柏原の前には4人のランナーということになります。この柏原が山を登っていく、その足が接地する瞬間というのはふくらはぎの筋肉、あるいは太ももの筋肉、それがついた瞬間に浮き上がってくるような、それほどの力強さが後ろから見ているとよくわかります。山に登っていくその背中が非常にたくましく見える柏原です。その後ろに来ました、来ました、柏原がもう迫っていました。大平台を前にして、中継所では東洋大学9位でした、現在3位、今水を含んだ日体大、日本体育大学の竹下の後ろに東洋大学の柏原が迫って今大平台です。はい、今3位で日体大竹下が2分28秒差。この竹下は一昨年8区を走りましたが、去年は出場できませんでした。さあ、そして柏原来ました、1年生。もうかなり表情を見ているとこう喘いでいるようにも見えるんですが、力強いですよ、動き自体がね。柏原のレースっぷり、顔の表情いつも苦しそうに見えるんですよね、前半からね。うわー、今井さんの記録、はい、大平台で30分4秒だったんですが、はい、柏原29分27秒で大平台通過しました。そうですね、やはり柏原君きつい表情になっても強いですね。どうぞ。はい、村山さん、3位が変わります。ついに東洋大学の柏原が日体大の竹下を捉えようとしています。今たすきをかけ直しました。脇腹を抑えながらもこの懸命に天下の剣を登ってまいりました。さあ、歩道寄りから並んで抜きました。柏原ついに3位に上がりました。東洋大学3位浮上。小田原中継所では9位でした。ついに3位に上がりまして6人抜き。ここまで抜かれた4位に下がった日体大の竹下もなんとかこらえてきました。おそらくこの23人走っているこの山の中でおそらく2番目にいい区間記録で走っているものと思われますが、この柏原にはかないませんでした。その差が5メートルから6メートルつきました。ついに東洋大学の柏原隆二が第3位に上がりました。はい、小涌園を前にして東洋大学の柏原が14キロ通過しました。14キロの通過が46分55秒、一番上りのきついこの小涌園前ですから4分40秒ほどこの1キロかかっています。しかし懸命に両の腕を振って顔は険しくなっていますが、あ、今歓声に応えるそんな余裕もあったんでしょうか。まもなくこの柏原が小涌園前にたどり着こうとしています。
東洋大学のスーパールーキー柏原龍司の姿が見えてきました。小田原では9位で襷を受けました。国士舘大学、東海大学、帝京大学、明治大学、中央学院大学、日体大、6つの大学を抜いてこの小涌園前に3位で登場しました。まさに山尾も飲み込まんという走りを見せています。柏原今トップとの差1分19秒、そして区間新記録ペースです。はい、柏原の15キロの通過が50分32秒でした。15キロのポイントで後ろの運営管理者の佐藤監督代行から声が飛びました。実はこの柏原をスカウトしたのはこの佐藤監督代行でした。監督代行は監督も東洋大学を経験したことがありますが、その監督の後東洋大学のスカウトを担当していたんです。そしてこの柏原が高校2年の5月インターハイの予選の時に目をつけました。いつかはこの東洋大学に誘って、そしてこの山を走らせてみたい、そんな思いがあったそうです。その東洋大学佐藤監督代行が見守るその前で15キロの通過が50分32秒で軽快に飛ばしています。額には若干汗が浮いて、そしてこの白い歯が見えるようになりました。その後ろの2号車の姿が先ほどちらりちらり徐々に大きくなっています。どうぞ。川村さん、その2号車ですが、東洋大学の1年生の柏原が来ました。山梨学院とは小田原中継所では4分10秒の差があったんです。今並んだ16キロ過ぎ、東洋大学逆転。東洋大学のスーパールーキー、恐ろしい1年生が2位に上がりました。4分10秒の差を一気に詰めまして逆転。さあ、この前は早稲田大学のみです。東洋大学は過去67回目の出場で1年生が区間賞を取ったことは一度もありません。5区に限らず一度もありません。東洋大学の5区区間賞は過去2回だけ、69年ぶり、昭和15年以来、東洋大学史上3人目の山登りの区間賞はもう間違いないと言ってもいいかもしれません。区間新記録のペースで走っている東洋大学の柏原、さあ見えたと言っていましたが、1号車の早稲田を果たしてこの後捉えるんでしょうか。東洋大学は過去箱根駅伝66回出場の中で往路最高順位は第21回大会の4位です。往路3位以上というのは過去東洋大学ありませんで、臼井さん、もしかすると先頭までという可能性はありますね。今手元で測りましたら、先頭の早稲田の三輪、そして追ってくる2位の東洋大学柏原、その差が13秒です。13秒ですからおよそ80メートル弱というところまで来ました。そうですね、見えてからね、極端には来ないですからね、柏原君も、まあ、結構足に来てるかもしれませんね。さあ、はい、その三輪が言っていたまず下りの切り替え、駒野亮太さんのアドバイスは最高点がこの後あるんです。もう一度上りがあるんですが、この下りが大事だと言っています、はい、一気にこう下って、そうです、その勢いで上るということでしょうね。ここでまだ上りのギアではなくて下りのギアに切り替える、ね、まあ、結構切り替えてますね、切り替えてる、はい、大丈夫ですね。逆に柏原いかがですか。はい、ちょっと見えないんですけどね、はい、あ、ちょっと下ってないような気がしますね。す、下りのペースが明らかに変わったこの三輪、はい、そして追ってくる柏原離れましたね。ギアがそんなに変わりません、はい、離れました。およそ 80m のその差からちょっと離れました。ギアチェンジに成功の三輪、そしてギアをどう入れ替える、追ってくる柏原ということになります。今足の湯の前を先頭を合わせた、そして今2位で柏原、すでに7人抜いて2位まで上がって、さああとは先頭を捉えるかというところ、足の湯で12秒差。小田原中継所とは何しろ4分58秒の差があったんです、まあ、確かに速いペースで入ってますからね、ここでちょっと一息入れてもう一回という気持ち持ってると思うんですけどね、はい、あとは下りですね。これが最高点に向かう最後の上り坂になりまして、はい、今井さん、はい、ここからもう足の湖へ向かって一気にというね。そうですね、自分も3年の時と4年の時っていうのは下りをうまく下れていませんので、やはりあの2年生の時の下りがすごくスムーズに下れてたっていうイメージがあるとすれば、この上りからもう勢いをつけていきたいですね。ここから勢いをつけてね、はいはい、村山さん、さあ1号車です。三輪と柏原の差が手元で7秒差ということで 50m を切りました。下りで一気に離して、でまた上りに入って柏原が詰めてきた、ね、まはい、上りで追いかけられましたね。上りは明らかに柏原に分があるんですね。さあ今 874m の最高点を超えます。ここから下りに入る、果たして三輪のギアチェンジのその成功は生きているんでしょうか。柏原が下りで先ほど足での時点では苦労しました、はい、柏原君もね、下りは得意な方
ではないですね。そうですか、はい、苦しんでますね。あの高校駅伝の福島県大会では1区がどうも起伏の激しいところで、はい、ただこの柏原はその県の予選の時に1区を難なくこなした、はい、そこに上りそして山の起伏の適性を見出したという佐藤監督代行であります。詰めてきました。下りに入ってもこれ詰めてきました。柏原がさあどうだ、仕掛ける、もう視界ではっきり捉えて、口は相変わらず両端がぐっと広がって苦しそうに呼吸を激しく繰り返しています。三輪の表情も変わりました。三輪の腕の振りが大きくなった。前方から初春の日差しを受けて両者の表情、その苦しみがはっきり映し出される。さあ詰めた、柏原が詰める。その差1メートルない、1メートルない、後ろにつく。そして柏原は今横に出る、歩道寄りに出る、並ぶことはするか。そして三輪はついていく。柏原が若干前に出た、抜き去った。5区19キロ過ぎ、見事に首位交代。先頭の踊り出たのはスーパールーキー柏原です。さあ先頭柏原東洋です。いやーついに山で大逆転、4分58秒差、首位が変わりました。東洋大学が1年生柏原先頭に押し上げています。第85回箱根駅伝です。その柏原快走はついています。先ほどの20キロの通過が今井雅人さんの区間記録をおよそ40秒上回るペース。あの宮君がね少し詰めてきましたよ。三輪が詰めてきましたね、はい、下りに入って本格的にギアを入れ替えて、少し元気になってきましたね。離されてまた詰めてきました、はい、随分ね近づいてきましたね、はいはい、あの逆にですね、あの柏原君の方がそっくり返ってきましたね、あなるほど、はい、下りなのにあの顎がちょっと上がってきましたからね、はい、はい、明らかに一度離された三輪、そのペースがどうでしょう。下りを最大限に生かして、よく下りは身を投げ出して、これはもう追いつきますね。追いつきますか。勢いが全然違いますね。また再びの首位交代ということになるんでしょうか。ありますね、はい、さあ柏原は当然登ってきたその最高点までのあれだけのペースアップのダメージがどれほどなのか、はい、まあね、余力は残ってないと思いますけどね。エネルギーを上りで使いすぎるとこの下りで全く足が動かない、はい、あの上半身がよく落ちていくようにいくので足は合わせるだけだというこの下りです。あのですね、もう足にね来てますからね、はいはい、もうまた詰めましたね。詰めました詰めました、今のこの勢いでは詰まりますね。明らかに柏原のペースが上がりません。そして三輪のペースは快調です。明らかにそのピッチが違います。一度抜かれた早稲田の三輪、一度先頭に立ったこの東洋大の柏原、このスーパールーキー1年生と、そして最後の箱根にかける4年生の意地のぶつかり合いはまたさらに差が詰まってきました。10メートルを切りました。一度は15メートル以上に開いたこの両者の差、下りを利して4年生の早稲田三輪がまたこの1号車から白の W の文字が大きく大きくなってまいりました。逃げる鉄紺のこのユニフォーム東洋の柏原、そして今度は日陰に一度入り日向へ。柏原の表情は苦しくなった。首が左に傾くようになりました。そして今度はこのカーブを左に取って、その瞬間に1号車からこの両者の差詰まりました。10メートルを切った。もうその差は5メートル。明らかに勢いが違いますね。柏原が見た、一度奪われたそのトップを4年生の三輪が今1年生柏原抜き返した、抜き返します。早稲田がまた首位に立つ。ルーキーの柏原ついていく。ただ下りのギアチェンジで明らかに滑らかスムーズなのはこの三輪でした。そうですね、はい、まあ、ここでもねつければ大丈夫ですけどね、離れるようだと、はい、もう余裕がないでしょうね、はい、さあここで柏原がちょっと半歩前に出ました。今度はついていくのがこの三輪。この柏原の21キロの通過が区間記録を36秒上回るペースです。あの今井雅人さんの生み出したその区間記録を塗り替えるその可能性が大幅に十分残っている。また三輪が今度は外側からこの柏原を抜こうという構えです。そうですね、余裕とかすればですね、三輪君の方があるような気がしますね。ある、はい、でも柏原がこのついていっている記録いかがですか。あ、これはですね、はい、やはり走力が違いますからね、はい、下りで三輪君が勝つんだったら離されたダメですね、はいはい、平地になればやっぱり柏原君の上ですね。あとは早稲田の場合にはちょっと気は早いんですが、明日に目を転ずれば6区に区間記録を塗り替える、これを狙っている加藤壮太という選手です、ね、その点でもやはりなんとかその6区の加藤につなぐためにも、はい、この三輪がなるべく有利な位置で進めていきたい、両者、ね、いきたいですね、はい、この両者のつばぜり合いどうでしょう。まもなく箱根の大鳥居を迎えるんですが、
そこで両校2校が並んで展開するという、はい、あと1キロ半ぐらいでね、はい、微妙には上りますからね、そこで差がつくかもしれませんね。さあ柏原が今度前に出ました。東洋大学柏原、三輪がついていきます。柏原の表情は相変わらず眉間にしわが寄っている。今視線を落としました。三輪が両手をだらっと下げてリラックス。柏原出た。柏原が再スパート。そして三輪がついていけない。なんというこの5区山の中の首位交代でしょうか。一度抜いたこの東洋、そしてその後に早稲田がなんと抜き返し、そして今度はまた突き放してこの東洋の柏原、両者の差がまた10メートルから15メートル広がっています。まあね、平均の走力はね、あの柏原君の腕ですからね。いやそれにしても柏原、これスタミナの問題ではありませんね、はい、明らかにちょっと左が苦手なだけ、ちょっとね苦手だったらね、そっくり返ってましたからね。だから平地はもう普通に戻りましたね。さあ今その箱根の大鳥居を越えたところ、先頭は東洋柏原、また奪い返しています。はい、このまま初の往路優勝なるんでしょうか。第85回箱根駅伝です。首位を奪い返した1年生です。東洋大学の5区を任された柏原隆二、相変わらずその今井雅人さんが持っている区間記録1時間18分5秒、この記録を40秒ほど上回るペース、このままいけばほぼ間違いなく区間新記録ということになりますね、はい、そして初の往路優勝のこの文字を運んできたのは東洋大学に対してこの5区の柏原隆二ということになりました。一度下りに入ったところで三輪がスパート、そして柏原がスピードが上がりませんでした。そこで早稲田に引き返され、その後東洋の柏原また凄まじい記録でその首位を奪回しています。先ほど佐藤監督代行が区間新記録も狙えると、その声ははっきりと聞き取ることができました。これまで小田原中継所トップとは4分58秒差、9位の通過でした。なんと5分近くを山で取り返す、とてつもない人材の誕生です。そうですね、はい、やはりね山を制するとね優勝できるんですよね。そうなんです。実は東洋大学は50回以上の出場を箱根駅伝で果たしている11大学でただ一つ往路、復路、総合いずれの優勝も経験していません。初めての念願の優勝の文字、それを運んできたのはゴールデンルーキー柏原隆二です。果たしてここまでの激戦が箱根産地5区で行われたことはあったでしょうか。その主役は東洋大学1年生柏原隆二です。かつて箱根山中の杉並木が東海道を行く旅人の道しるべになったように、今東洋大学1年生柏原隆二を取り囲む沿道の声援が芦ノ湖への往路優勝、そして栄光の道を照らし出します。そしてあの今井雅人さん、山の神の区間記録を塗り替える、その可能性が非常に大きくなってまいりました。東洋大学往路を制すれば初優勝になります。かつて最高順位は4位、往路を制すれば初めての栄冠を手にすることになります。その主役は1年生の柏原隆二、果たしてあの山の神今井雅人を超えて往路を制する結果になるでしょうか。さあ間もなく残りは70m を切ります。今沿道の小旗が大きく知られます。山の神を超える山の神道誕生、その名は柏原隆二、東洋大学栄光の初タイトル、往路初優勝、東洋大学往路を制しました。1年生柏原隆二、今花火が打ち上がりました。タイムは1時間17分17秒、堂々たる区間新記録達成です。さあ正月3日の大手町は歩道の路面が全く見えないほどの観衆の数になっています。さあこの大手町のフィニッシュ地点には東洋大学のメンバーが今その栄光の瞬間を待とうと肩を組んでいるチームメイトの姿があります。その中には昨日の5区1年生で見事に8人抜き区間新記録を達成しましたスーパールーキー柏原の姿があります。果たして東洋大学のメンバーがこのアンカー走ります高見をどんな表情で待ち受けるんでしょうか。駿河ビル屋上からの映像です。中央通り、このランナーの向こう側、銀座の街並みが広がるというところです。いやー、この辺りも大変な観衆、すごい人ですね、はい、振り返ればこの東洋大学とそしてこの早稲田大学のつばぜり合いは復路で6回の首位交代というこの劇を生み出しました。
そして瀬古さん、はい、両者の意地のぶつかり合い、ここまで実に見事でしたね。そうですね、あまりこういうね6回を迎えるとあんまないですよね、今までね。はい、そして振り返ればその9区、例えばそして10区、この東洋大学のランナーたちの序盤の入りを抑えて、 そうですね、そして後半へていく、はい、もうこれ勝ちパターンのね走りなんですよね。はい、今この高見がかけているタスキ、東洋大学の4つの文字があります。その大学のあたりなんですが、10人のランナーの汗が染み込んでその色は変わっています。振り返れば昨日3区の大西智也は4年生、実はお尻のあたり筋肉の痛みがありました。その痛みと戦って14位から9位、5人抜きを成し遂げてその後タスキを渡しました。そして5区1年生柏原は区間新記録、小田原中継所で5分近い差、それがありましたが逆転、見事な活躍を見せました。そして袋に入れば6区の富永、8区の千葉、そして9区大津、10区のこの高見、なんと6冠のうち4冠を佐藤監督代行は2年生に任せるという戦略を打ち立てました。ですから柏原合わせてこの2年生4人、瀬古さん、はい、これからの東洋大学への期待が高まりますね。何か黄金時代がね、訪れそうですね。はい、この日本橋大観衆の中を今渡ろうという高見亮です。あと1キロ、そして運営管理者の佐藤監督代行から大きな声がまたかかりました。さあ行け、押していけ、さまざまな声で今この高見を後押しする運営管理者の佐藤監督代行です。佐藤久志監督代行はやはり今回往路を終えた時点でやっぱりこうなりますと3位以内を目指したくなるな、そう話をしました。例えば優勝争いをしての3位であれば、ただ淡々と走っての3位とは違う、優勝争いの経験が選手にかけがえのないもの、そして来年につながるものを与えてくれる、そう話をしました。瀬古さん、それは確実にあるでしょうね。そうですね、はい、ありますね。そしてこの選手たちが掴み取ったものは優勝争いの4文字だけではありませんでした。同じ文字数は4つですが、その4文字は総合優勝です。これまで往路優勝も成し遂げることができなかったその栄光の4文字を柏原はじめ、そして2年生がもたらそうとしています。あのライバルの駒澤、大八木監督が今回勝つことで東洋大学は強い時代、そして安定の時代を迎えるんじゃないか、そう話をしていました。果たしてこの85回1年生、2年生、3年生、4年生がつないだこの襷は黄金時代の幕開けなんでしょうか。いよいよこれから最後の競争、そして最後の回想に入ります。栄光のフィニッシュテープに向かって初の総合優勝を目指そうというこの東洋大学、アンカーの高見亮、力走がついています。アンカーの高見亮の視線にまもなくこれから強い日差しが降り注いでこようとしています。すなわちそれは初の総合優勝、栄光に向けての光です。まもなくこのガードをくぐりますと真っ白のフィニッシュテープ、初めての総合優勝に向けての栄冠が待ち受けようとしています。今ガードをくぐりました。67回目の出場にしまして東洋大学が初の栄冠、もう間近になりました。箱根の杉並区が選手を送り出し、東海道松並木がエールを送り、左右合計62本、大手町の伊調並木が真っ先に東洋大学の襷を迎え入れます。今ちょっとほっとした表情を見せましたアンカー2年生の高見亮、そして今チームメイトはフィニッシュ地点肩を組んで待っています。残り距離がもう少なくなってまいりました。レースとしてのフィニッシュは白いテープを切った瞬間かもしれません。しかし箱根駅伝のフィニッシュは白いテープの向こう側、信じた仲間の輪に飛び込んだ瞬間に訪れます。10人の汗が染み込んでいます。今ちらっと後ろを見ました。早稲田が少し気になりました。しかし目の前にはもうすでにそのチームメイトの表情が、笑顔が見えているでしょうか。残りは 100m を切っています。今柏原の目に涙が浮かびました。さあやっと掴んだ東洋大学、たすきを掴んでいる。67回目の出場にしまして往路優勝に次ぎ初の栄冠を手にします。アンカー高見、今栄光の初の総合優勝、東洋大学見事に初の総合優勝を勝ち取りました。今チームメイトに抱きかかえられました。そして今東洋大学の選手たちが小躍りします。ようやく掴みました、7回連続67回目の出場で初の総合優勝です。
助けを受けるんでしょうか。さあ 4年生の瀬古、その瀬古を呼びました、笑顔で呼びました柏原隆史。さあ柏原が今スタート、そしてその後ろ中央大学、7位東洋大学、4分26秒差。柏原がスタートしました。はい、柏原が非常に落ち着いて入っています。そしてこの柏原が入るたびに小田原のお客さんから柏原、柏原という声援が飛んでいます。センター村山さん、はい、どうぞ。センター村山さん、はい、東洋の柏原が東京農業大学に追いついてあっという間に過ぎ去っていった。スピードが断然違う。あっという間に東京農業大学を抜きまして、これで3位に上がってきました。3号車村山さん、はい、傾斜がきつくなって山登りのスペシャリストの足というのはこんなに違うんでしょうか。早稲田がこの上りになって一気に差を広げられました。柏原がまるでこの傾斜がきつくなるコース、このポイントを待っていたかのようにその差があっという間に広がっていきました。この傾斜がきつくなるまで早稲田の八木もなんとか食らいついていったんですが、上りがきつくなってから柏原スイスイと登っていく、まるでもう軽やかに登っていくという表現がぴったりかもしれません。柏原です。小田原で4分26秒差あった明治と東洋、柏原が追い上げていまして、もう3分数秒というところまで来ています。映像3号車柏原を捉えていますが、逃げる明治の秘策に61年ぶりの往路優勝を目指しています。そして2位日本体育大学、長尾を挟んで現在3位に上がった東洋大学柏原がどこまで追い上げるか、現在680メートル差がついているというこの画面の表示。さあどこまでこの柏原が追い上げるでしょうか。3号車どうぞ。はい、なんとすでに前を行く先頭を行くこの明治大学との差を2分38秒縮めたということになります。山を登る鉄紺の機関車、5区山登り区間記録保持者柏原が今年もやってまいりました。先ほど大平台のヘアピンカーブの手前で日本体育大学の長尾を抜きまして2位に上がりました。まもなく10キロを迎えようという東洋大学の柏原です。10キロの手前で2位に上がりました。日体大とは小田原中継所では2分18秒の差でしたが、その2分18秒を逆転、今10キロを通過。さああとは前を行く一行明治大学のみです。明治と東洋はもう12秒です。村山さん、はい、先頭の明治久栗、もう今振り返れば柏原を視界に捉えてしまうという状況まで来ました。明治大学の西駅伝監督は先ほど車をちょっと脇に寄せまして、これはもしかしたら先頭東洋の運営管理者と位置を交代するその合図なんでしょうか。そしてその車を降りる間際メガホンを通じて久栗にこう言いました。もしこの後捉えられたとしても無理してついていく必要はない、自分のペースを確実に守れ、そういう指示だったんですね。あ、僕だと思いますね。はい、今ちょっと自分の足元を見つめているこの久栗であります。今足元をすっと見つめた。そして沿道からは指示が飛んでいる。柏原隆史の姿がこの1号車影に見え隠れして今はっきりと分かります。その差はおよそ 50m、 ついに 50m まで来ました。山の神童と呼ばれたあの柏原隆史が今前方4年生にして最初で最後の箱根駅伝、これまでは西脇工業高校での高校駅伝の経験まで、そして4年生まで下級生の後陣を配してまいりました。その久栗に対して今柏原がもうすでに手を伸ばせば通りそうなところ、その差はおよそ 15m になりました。何かやはりエンジンと山の叩く足の音が違いますね。いやー驚きましたね。去年も驚きましたけど今年はまた倍驚きましたね。まさに去年の再現であります。去年は小田原中継の4分58秒、今年は4分26秒、ちょっとの差がありました。4分の差、今柏原が一気に後ろについた。そしてセンターラインよりなんと柏原久栗の表情を見た。これはついてくることはできないと見たか、自分のペースは変えない。柏原久栗の表情を見た。沿道に今手を挙げた。余裕なのだんのか、柏原に限界という二文字はないんでしょうか。ついに先頭奪回、東洋柏原力を存分に発揮しています。いやすごいですね宇津さん。はい、あの1年経って東洋大学の酒井監督もその体が一回り大きくなったというふうに柏原を評していました。大きくなったら、ね、絞れてきてるんですよね。絞れてきてる、はい、そのためトラックのあれがスピードが出てますから、はい、あの1万とか5000メートルのペースなんですね。
ね、さあこうなりますと柏原2年連続区間記録の更新というのは果たしてどうなのかというのは ね、 そうですね、まあコンディション次第だと思いますけどね、はい、あの村山さん、今1号車についてるのが明治の久国から柏原になりましたよね、はい、1号車が今までの久国のペースでは柏原に抜かれてしまうので慌ててスピードを上げないと柏原が迫ってきます、はい、実はこの1年日本国内の大会では日本人学生相手に駅伝であとはトラック種目でともに負けを知りません。2年生ながら日本人学生たちを引っ張ってきた存在のこの柏原龍二です。前回優勝から来るプレッシャーはありますかと聞きますと、前回優勝しているからこそそのプレッシャーを味わえるんじゃないですか、優勝していなければ味わえないでしょう、当日はそのプレッシャーを楽しみたい、まさに力に変えてます ね、 ね、まあ、彼の強さはね山も強いんですが、あの平地の、ね、トラック競技も強いんですね、ですから今こういう橋ができてますね。 14.3 キロ地点、箱根駅伝屈指の応援スポット小涌園前です。山が開けています。つい先ほどから急に風が強く吹いてきました。しかしこの男には関係ないと言っていいでしょう。東洋大学の柏原龍二2年生、去年はこの小涌園を3位で通過しました。その後2人を抜いて往路優勝のゴールテープを切りました。今年小田原中継所では7位、そこから6人を抜き堂々のトップでこの小涌園に登場です。20、30、40の人垣から大歓声が上がります。まさに怪物、今年も箱根の山は柏原のためにあるのか。今柏原に大きな声援が送られます。小涌園前をトップで通過、東洋大学驚異の2年生柏原龍二が今トップで小涌園前通過していきました。タイムは46分45秒、去年の自身の区間新記録よりは遅いペースではありますが、今堂々とトップで通過。柏原は前回のレースを振り返りまして、小涌園を過ぎたこの 300m の直線でいかに回復するかと話していました。ここ小涌園を過ぎた後は沿道のファンも少なく同じような景色が続きます。小涌園ファンの声援を受けて充電して頂点を目指して走っていきます。明らかに小涌園を過ぎてさらにその標高が上がりますと、その冷気冷たさが随分と厳しく伝わってきます。ただ先ほど明治の久国と違うのはアームウォーマーつけていても両の手に手袋をはめていないこの柏原です。先ほどから自分の足元を見つめたりという仕草はあるんですが、顔つきランニングフォームなど瀬古さんどうご覧になります？はい、まあ、あのだいぶ山登ってきましたからね、あの抜いた時、明治大学抜いた時よりはちょっと勢いがなくなりましたね。あ、そうですか、はい、まあ、なんといっても去年は耳が痛くなるほどの沿道からの声援を随分とエネルギーもらったという柏原です。昭和24年1949年に開設された児童養護施設慶明学園の前を今トップに立った柏原が通過していきます。はい、今ですね急激な下り坂、随分とここで箱根山中には感じなかった開けたところで上りが音を立てて、はためコードのちょっと向かい風、しかし今その坂の底の部分になってまた風が収まる。今水を取りました、柏原龍二。今そしてそのペットボトルをもう一回口に組んだ。そして今足元をちらっと見てご覧の表情ですが、ペース上がりましたね。上がりましたね、あの実は柏原は上り5区のこの坂はきついと思ったことは一度もないそうです。そうなんですか、はい、いや顔はきそうですけどね、ただ自分が実は苦手なのは下り坂なんです。ですから下りに入ってから特にもし6区を走れって言われたら勘弁してくださいっていう気持ちなんです。私逆ですけどね、はい、実は今シーズン就任した東洋大学の坂井俊一監督33歳、福島県出身ということではこの柏原龍二の先輩にあたります。去年はこれから迎える最高地点、その標高最高地点でこの柏原の走りを見ていたそうです。いやそれにしてもこれからこのチームを引き受けるとかそういうことを度外視して一人後輩がこういう走りをすることを先輩として誇らしく思ったと言います。今874m 国道1号の最高地点を通過しました。瀬古さん、はい、区間記録更新にはここからの下りの走りになりますね。山登り登った人にねタイムを聞くとですね、はい、やはりこの4キロ5キロが大事だって言いますね、下りのね、はい、ここでやはりあのちゃんと下らないとですね、新記録はねいかないですね。柏原区間新記録の予感です。22キロの通過で去年の自身打ち立てた区間記録を10秒上回るペースで進んでいます。いやすごいですね、もう狙って狙える選手っていうのはねそうさらにいませんからね。勝ちを宿命づけられて瀬古さんも勝ちを収めてきましたけれども、はい、はい、だからね彼はこれすごいと思いますね。それも4分5分もね相手でですよ。
こで突っ込んでいってちゃんと記録出すんですからね。はい、去年は小田原中継と4分58秒の差、そして今年は4分26秒の差。この柏原龍一、5区の快走をもってしてこの人の前に不可能という文字はないのかもしれません。坂井監督はかつて5区で3年連続区間賞の順天堂今井正人さんは軽やかな上りでも柏原は力でもぎ取るような上り方、そう表現しました。まさにその表現がぴったりの柏原。さあ2年連続の往路優勝に向けて、やはりこの東洋大学の鉄痕のたすき、トップで運んできたのは柏原龍一。この鉄痕のたすきに輝きと伝統の文字を加えようというのは、この柏原を中心とした若い力、新春の陽光を全身に浴びる、まさにこれは柏原に対するスポットライトです。何一つない穏やかなコメント、雪をいただく白い富士、その昔から、そしてもちろん第1回の90年前から変わらぬその美しき姿を、今年も一番最初に見るのは東洋大学柏原龍司です。そして何と言いましてもこの柏原、2年連続の区間記録更新のその大きな期待もあります。小田原中継所の時点では4分25秒の差がありました。6人抜いて一気に記録更新になるか。さあ残りはもう 100m になろうというところです。その昔この湖に住む九頭竜は友人として芦ノ湖に祀られました。その芦ノ湖に向かう山を制した男、山の友人柏原龍司。さあ残りは 50m を間もなく切ります。自らを超えるか、自らの区間記録を超え2年連続の往路優勝をもたらすか。今カーブを曲がった、大歓声、そしてガッツポーズ、笑顔が見えた。東洋大学2年連続往路優勝、タイムは手元の時計で1時間17分8秒、区間新記録、自らを超えました。東洋大学柏原龍司、1時間17分8秒、去年の自らの記録を塗り替える2年連続の区間新記録達成です。そして往路のタイムが5時間32分41秒、往路歴代では2位という結果を残しています。日比谷通りに入りまして、まもなくアンカーを行きます東洋大学の高見は、皇居のお堀端を左に見ながら、そして最後の日本橋を目指すという走りになりました。もうこの辺りもたくさんの沿道のファン、駅伝ファンで埋め尽くされています。毎年この10区というのはたくさんのファンがいて、それからのビル風というのも気になるところなんですが、こうしてみますと今日はそこまで強い風はねないみたいですね。それと温度もそんなに高くないような気がするんですけどね。そうですか、去年と同じ先頭を行きます、連覇を目指す東洋大学の高見です。各大学の応援団の声が正月3日の大手町のビルの谷間に響いています。そしてアンカーの高見亮の到着を待ち合います東洋大学の面々が今肩を組み校歌を熱唱中です。昨日の往路のメンバー、そして今日走った復路のメンバー、全ての選手たちが今肩を組み、去年も栄光のフィニッシュテープを切った高見の到着を待っています。そういえば去年は優勝の瞬間に涙を見せた当時1年生の柏原が、今回はどんな表情で高見を待ち受けるんでしょうか。その姿を待っています。前回は直前にあった部員の不祥事のために、その優勝の瞬間も胴上げなど歓喜の表現を自粛いたしました東洋大学。ただ今回は選手そして監督に聞きますと、やはり今回は色取りを発散して胴上げはしたいな、そう会話が出ているそうですよ。はい、去年はね、本当に不祥事があってね、ノンプレッシャーでね、はい、戦って優勝ですけどね、今回は本当にプレッシャーがあって各国して勝ちましたね。そうなんですね。今日振り返っても6区の市川は序盤にこやかな笑顔を見せての快走、ただ終盤彼を疲れが襲いました。ただ先頭でトップを助け、それを渡すことの使命を果たし、7区田中は区間賞、8区の千葉は区間2位ながら区間賞も取りそうな快走を見せました。そして9区4年生、初めての箱根駅伝出場になったその思いを込めた助けは10区この3年生高見亮、授業とそして勉強そして練習の両立に苦しんだこの1年間、キャプテンの走れない釜石啓太が今大手町に到着、その瞬間を待っています。実は2位まで追い上げている駒澤大学の大八木監督はこう言います。
かつて私は4連覇も達成した。その当時を振り返って、連覇してこそ本当の強さ、最初の優勝とは訳が違うんです。最初の優勝で注目され、優勝候補筆頭と見られる、そのプレッシャー重圧は監督も選手も大変なもの。その中で連覇するには初優勝とは違う本当の強さが必要なんです。だから今回東洋大学は進化を問われる、真の強さを問われます。そしてライバルの一人として、今回優勝したらこれは大したもの、拍手を送るしかありません。はい、私も同感ですね。あの2連覇は本当に大変なんですね。選手も監督も本当にプレッシャーがあります。その中でね、よく走ってます。押して知るべし。その優勝チームをこの4月から、去年の4月から引き受けた酒井監督、そのプレッシャーはいかほどでしょう。はい、ただね、新人ですからね、監督のね、あんまりなかったのかもしれません。教えることで精一杯ですから。精一杯、はい、なるほど。そしてこれから3連覇4連覇を目指していくにつれて、その重圧というものは大きくなっていくんでしょう。選手の誰もが夢を見るこの中央通り、都営旗への大観衆からの声援、打ち切られる小旗の中を東洋大学のアンカー高見が2年続けて先頭で、この銀座の空気を先頭切ってやってまいりました。強い日差しが照りつける、そしてアスファルトにくっきりとその影が浮かび上がるようになりました。ただ高見亮はどうでしょう、瀬戸さん。はい、19キロから20キロが3分22秒、その後が同じくような3分22秒のペースですね。まあ、これ競ってればですね、もう心配なんですがね、もう後ろ見えませんから、はい、このペースでね、もう行ってほしいですね。歩かなきゃ大丈夫ですね。はい、先ほどご紹介した高見は大谷中学校時代のその小林先生の教え、後ろを振り返る必要はない、前だけを見け。ただこの高見がその教えを破ったことが1回だけあります。それがちょうど1年前の箱根駅伝でした。はい、もうフィニッシュが近くなってきたその時、後ろを確認するために振り返りました。先頭に戻りました。その日本橋にこれから向かおうというこの高見亮、おそらくまたさらにこの観衆の声援というものは大きくなるでしょう。去年はフィニッシュ線が見えてきて自分の仕事を全うできたことに安心した、そしてその瞬間に初めて振り返ることができたというこの高見亮、そして1年後一体どんな気持ちで迎えているんでしょうかね。はい、これ飲み会でしたらね、はい、多分もう必ずね、その箱根の話になるんですね。はい、だからもう本当にいい4年間でしたね。そうなんですね。はい、今この3年生この高見亮でありますけれども、果たしてこの高見亮が今日本橋をカーブを左に取って、万来の拍手と大声援をこの全身に受けたところであります。さあ、この高見亮が振り返れば3年生、実は酒井監督は4年生が不平不満を言わずよくこのチームをまとめてくれた、そう振り返ります。そして大手町で待っている走れないキャプテン釜石啓太、その釜石が先頭になって走る選手たちのことをよく実にまとめてくれた、その心がけ、心遣いに感謝したい、その走れない選手、スタッフの思いもこの襷には込められています。酒井監督は前回は心の底から喜びを表現できなかったと思う選手たち、そして今回はしみじみかみしめることが選手、そして監督、私もできるんではないか、楽しみにしていました。選手たちは優勝したら思い思いにその気持ちをかみしめて、そして監督、胴上げしますよと言ってくれたといいます。そしてその瞬間を楽しみに心遣いを感謝した酒井監督、ただ酒井俊一監督はぼつりとこう漏らしました。私を胴上げしてくれることはありがたいんですが、なんとかその後に選手たちもねぎらってあげたいんです、そう話をしています。いよいよこれからフィニッシュ点に近づいてまいりました。酒井監督は自らの胴上げもそうではありますが、一つ心がけとして何とか実現したいことがあります。それは待ち受けるこの選手たちとの握手、そして抱擁、あとは待ち受ける釜石啓太キャプテンの胴上げしたい、走れない4年生のその思いに報いたい、選手を思いやる監督、監督を思いやる選手、それが東洋大学の実はチームの真の強さです。袋スタートの芦ノ湖では冷たい風が強めに吹いていました。しかし風がいくら吹こうとも往路5人の汗が乾くことはありませんでした。柏原の2年連続区間新で今年も逆転の往路優勝を果たした昨日、メンバーの思いを引き継ぐ襷は
一度も後ろを見ることなく大手町に帰ってきました。チームメイトが待っています。柏原キャプテンの釜石も待っています。多くの拍手、笑顔が溢れています。柏原、今年は笑顔で高みを待っています。さあ、残りは間もなく 150m を切ります。おそらくは手を振っている姿がこの高みの視界に入っていることでしょう。間もなくフィニッシュ地点が近づいています。残りは間もなく 100m になろうというところ。誰がいるのか、もうすでにはっきり分かっているはずです。笑顔です。笑顔の3年生高見亮、2年連続のフィニッシュが目に飛び込んできました。残りは 50m、 もう信じた仲間の笑顔が目に飛び込んでいるはずです。懸命に腕を振る高見光が起こった新たな東洋時代の到来です。往路優勝に続き東洋大学2年連続総合優勝。本当の強さを今東洋大学は手にしました。駒澤大学の4連覇以来のこの東洋大学の連覇達成。さあ、歓喜の輪が広がりました。信じた仲間が、苦楽を共にしている仲間が今3年生高見の頭をくしゃくしゃにしました。さあ、輪が広がっています。そして揃って今コースに向かって、ありがとうございました、ありがとうございました、感謝の言葉、そしてお辞儀を今しました東洋大学のメンバーです。改めてその輪が広がりつつある大手町のフィニッシュ地点です。今2位の駒澤大学藤山が日本橋を渡りましてフィニッシュまであと1キロというところです。大手町のフィニッシュ地点ではもうすでに胴上げも起こっています。東洋大学の胴上げが行われています。大手町のフィニッシュです。さあ、歓喜の輪が広がっています。あ、佐藤コーチでしょうか。去年は監督代行としてこのチームを率い67回目の出場でチームを優勝に導いた佐藤監督代行。あ、そして釜石です。走れなかったキャプテン釜石、最終学年チームの裏方としてチームを盛り上げてきました。今この東洋大学、歓喜の輪が広がった大手町です。監督就任1年目の酒井監督、そして最後の4年生の年に走れなかったキャプテンの釜石、同じくこの酒井監督も4年生の時に自らがキャプテンを務めながらも箱根駅伝を走ることはできませんでした。その時にアンカー当時3年生の柏原誠二がレース後にそのタスキをキャプテン当時酒井選手のもとに持ってきたそうです。その時は前の年に失ったシード権を手にし、その汗の染み込んだタスキを当時の酒井キャプテンが受け取りました。ですからキャプテンが走れなかった悔しさは十分に酒井監督が知っているはずです。監督就任1年目で酒井監督が総合優勝に導き、そして走れなかったキャプテンの釜石がそれを引き継いでチームの思いを一つにまとめてきました。4年生最終学年で走れなかったこの釜石ですが、今その胴上げを、おそらくはその余韻に浸っていることでしょう。穏やかな表情に戻りました大手町です。選手の皆さんにもお聞きします。まずは6区走りました市川君です。おめでとうございます。ありがとうございます。1年生で初めての箱根山下り、いかがでしたか。最高です。楽しかったです。楽しかった。はい。でも今見ますと左足が、これ今靴を脱いでいて足はどんな状況になってるんですか。あ、ちょっと指、親指がちょっと死んじゃいました。はい。そんな中でも楽しかったですか。はい。もう声援が市川頑張れっていう声が来てて、もう元気をもらいました。なぜこの辛い区間を走りたいんですか。山下りが好きだからです。はい。さあ、続いて7区を走りました田中君です。おめでとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか。そうですね、最初から最後までずっときつかったです。見事区間賞ですよ。そうですね、狙っていったんで取りたかったんで取れてよかったです。走る前に柏原君からは貯金を使っていいよと言われたそうですね。はい、そうですね、もう昨日本当柏原がいい走りしてくれたんで、それを使うんじゃなくてもっと生かそうと思って走りました。実際貯金増やしましたね。そうですね、もうちょっと後で褒めてもらおうと思います。さあ、続いて8区を走りました千葉君です。おめでとうございます。ありがとうございます。去年と同じ8区でしたけれども、去年との違いは何でした。去年はもう、今年はもう最初からきつかったんですけれども、はい、でも後ろと差を広げられたので良かったです。去年逆転でしたけれど突き放しましたもんね。あ、そうですね、はい。でも、はい、来年は4月からは4年生になりません。はい、そうですね。でまだまだ改善するところはいっぱいあると思うので、はい、また来年も難しいと思うんですけど
また3連覇できるように頑張りたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。最初で最後の箱根でした。そうですね、まあ、すごい楽しめた23キロでした。はい、今まで3年間なかなか走れなかったけれども陸上を続けてきてよかったですね。そうですね、最後にここまで結果が出るとは思ってなかったんでよかったですし、8区走った優が入学した時に同じ部屋でタスキを一緒につなぎたいねということを言ったんですけど夢が叶ってよかったです。さあ、そして2年連続アンカーフィニッシュの優勝のテープを切りました高見くんです。おめでとうございます。ありがとうございます。2年連続優勝のテープですよ。そうですね、本当にちょっと自分がちょっと練習ちょっと10月途中故障してしまってちょっと練習不足だったのがあった。本当に自分まですごい貯金を作って走ってきてもらってくれたんですごい自分としても安心して走れたんで本当に良かったです。今このたすき東洋大学の文字のあたり見ますと汗が染み込んでますね。これ見てどうですか。そうですね、本当にたすきもらった瞬間にもうその汗も本当に見えて本当にもう全員でつないできたものなのですごい気持ちも伝わってきてしっかり走んないといけないなってことで本当に最後まで頑張りました。ありがとうございます。さあ、そして昨日走りましたオールのメンバーにもお話を聞きます。まずは1区の宇野くんです。改めておめでとうございます。ありがとうございます。宇野くんがこの大手町でかけていたたすきが一番最初にこの大手町に帰ってきましたね。それを見た気持ちどんな感じですか。そうですね、素直に嬉しかったですね。去年はあまりいい結果が出せなかったんで今年はしっかり走ってやろうと思ってずっと1年間練習してきました。今後今シーズン、まあ、4月からですけれどもまたどんな風に陸上に取り組んでいきたいですか。そうですね、今年のこの箱根以上に力つけてまた来年この箱根駅伝で 3連覇目指して頑張りたいと思います。ありがとうございました。さあ、そして2区花の2区を走りました大津くんです。おめでとうございます。ありがとうございます。一夜明けて1日経ってみて優勝の実感というのはどうですか。そう、今やっぱ高見がゴールしてすごい実感が湧いてきています。はい、自分の走りっていうのはこう思い出してくるもんですか。そうですね、やっぱ2区走って本当きつい中だったんですけど自分の中でも流れを切らさず走れたんで良かったと思ってます。最上級戦になりますね。は、まあ上になるんですけど、まあ、そのまま行けたらいいなとは思ってます。はい、そして3区を走りました渡辺くんです。おめでとうございます。ありがとうございます。1年生で初の箱根どんな感じでしたか。そうですね、まあ、ものすごく緊張したんですけど、まあ、しっかり瀬古さんにたすきを渡せてよかったです。大手町でね一番でフィニッシュテープに帰ってきたたすきを見てどんな思いでした。そうですね、1年目でこんな最高な結果になったんで本当に嬉しいです。ありがとうございました。さあ、そして昨日の往路のインタビューでは、間に合いませんでした。中継所から改めて瀬古くんです。4区を走りました。おめでとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか。区間4位の走りでした。2人抜きましたね。はい、柏原につなぐ重要な区間だったんですけど、楽しく走れてよかったです。前回は走れずタイム集計してたんですって。はい、本物の箱根はどうでした。いや、気持ちよかったですね。で、ちょうど海 見ながら走れる区間だったんでですね、気持ちかなり気持ちよく走れました。お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、そして昨日山の中での大逆転がありました柏原選手です。改めておめでとうございます。ありがとうございます。衝撃の区間新逆転優勝から一夜明けました。改めてどんな気持ちですか。まあ、昨日は本当に1区から4区の選手が攻めの気持ちで持ってきてくれた助けを絶対に足の子に1番でつくってことを頭に置いて走ってました。これで2年連続優勝ですが去年との違いは何でしょうか。去年よりやっぱり4年生が抜けてエースという存在が抜けた中でチームワークが良かったんじゃないかなと思います。早くも我々は次の箱根を期待してしまいますけれども今後どんな風に取り組んでいきますか。とりあえず一歩一歩試合に向けて頑張っていきたいと思います。謙虚ですね。いや、いつも通りなんで、はい、ありがとうございます。見事2連覇を達成しました東洋大学の皆さんでした。喜びの選手たちのインタビューを聞いていただきました。それではこの後はレースを振り返ります。それでは見事に箱根連覇を果たしました東洋大学酒井監督のインタビューを聞いていただきます。酒井監督、総合優勝です。そうですね、本当に選手たちよく頑張ってくれました。就任1年目ですけれども、はい、どんな思いでこの1年間指導されてきましたか。そうですね、すいません、まあ連覇のチームということで
プレッシャーはありましたが、何より教え子を残して来た優勝です。東洋大学逆転、柏原逆転、帰ってきた山男。東洋大学柏原、ここで2位に上がりました。チラッと見た、チラッと見た、そして柏原が今若干前に出た。ついに6年連続の成功体、柏原雄士がここまで成し遂げています。まさにこれぞ帝王だ柏原、今その姿が見えました。今年のガッツポーズ、東洋大学3年連続の往路優勝。今5時間29分49秒往路新記録でのフィニッシュ。こちら早稲田大学競走部の駅伝主将の中島健二です。かつては上級生、あの北京オリンピック代表にも現役大学生でなりました竹澤さんの薫陶を受けた、そこにずっと寄り添っていろんな教えを受けた中島健二が今先頭をひた走ります。追います。2位の東洋大学3年生の山本、今手元で早稲田大学トップとの差を測りましたら30秒ほどになっていました。鶴見中継所では正確には40秒差でした。ですから5キロで10秒詰めました。あと30秒詰めなければいけません。この先品川、そして田町を通過すると日比谷通りへということになりますが、はい、村山さん、この八ツ山の上りに入ってですね、東洋大学の山本がペースを上げましたね。ちょっと、あ、今あの前の早稲田の中島が後ろを振り返ったのを確認しました、はい、この山本もその後ろを振り返ったのを見ましたね。またペースを上げました。なんという力強さでしょうか。この品川の駅前、八ツ山橋でペースを上げました。その差はもう25秒まで詰まっています。東洋大学坂井監督が今最後の言葉をかけました。2位の給水、この区間2回目最後の給水を終えました。さあ残りもうわずかというところ、20秒が詰まるかどうか。新たに渡辺康幸駅伝監督と中島健二率いますチームのメンバーたちが今時代を変えました。後ろから東洋も懸命に追います。しかし早稲田大学は18年ぶりの総合優勝に向け残りはあと 150m になりました。6区4年生高野が逆転、そして7区三田が2年ぶりの箱根でつなぎ、走り2人目も4年生の走りを見せました。ヤンヤキユグでしっかり区間2位、そして今ガッツポーズを見せました4年生の中島健二。早稲田大学18年ぶり13回目の総合優勝、タイムはなんと10時間台、10時間59分50秒箱根史上2度目の10時間台での総合新記録で18年ぶりの総合優勝、見事に早稲田がやりました。そしてその後ろは東洋大学、史上6校目の3連覇はなりませんでした。こちらもしかし大会新記録での総合2位のフィニッシュ。柏原龍二、厚年の2012年柏原龍二がまさに龍が如く4年間の集大成、今柏原に襷が渡った。柏原スタート、東洋大学往路4連覇へ。さあ自らが自身3度目の区間新記録をマークすることはもうほぼ間違いありません。4年間走った箱根の山、今3度のガッツポーズ、柏原が自らを超えて東洋大学往路4連覇、なんと5時間24分45秒の往路新記録もマーク。東洋大学坂井監督はチームを分析して、今の東洋大学は4年生柏原をはじめこの年代が中心です、やがてこの3月に卒業する、この春からもう一度チームを作り直す必要がある、そのためにも今回は勝負をして礎を築かなければいけない戦いなんだと睨んでいました。はい、あの下級生がね、後半みんな走ってますからね、はい、もう来年も強いんじゃないですかね。この勝利はですね、はい、来年の勝利にもつながりますね。そうですか。先ほど運営管理者から区間賞斉藤隆狙うために、そして復路優勝をチームにもたらすために、そして総合優勝をみんなで勝ち取るために、残りもうわずかだ、そう声をかけています。ご覧ください、あの、はい、今日の早朝スタートの頃には雲に隠れていた太陽が覗いています。金色のビクトリーロードです。
駿河ビル屋上から中央通りもご覧いただきましたが、高見さん、はい、またこの辺りの、ね、歓声というのは覚えてますか？そうですね、本当にこれは銀座の中心ということで、走る機会なんてめったにないところですので、はい、とてもやっぱり沿道のお客さんが多くてとても気持ちいいですよね、はいはい、いよいよその大手町のフィニッシュが近づいてきました。では1号車です。はい、またさらにここで沿道の皆さんの声援歓声が大きくなりました。この改めて今の選手の気持ちと考えれば、東洋大学ここまでの盤石の走りを見れば痛快な爽快な今のここまでの戦いでしょうね。そうですね、まあ、監督たちはね、もう当然ですね、勝つこと分かってましたからね、はい、ただ優勝するまではまだ分かりませんから、はい、そうですね、改めてここまで瀬古さん、はい、ここまでの大会全体振り返っていかがですか？はい、もう素晴らしい21秒のリベンジ、それを爆発させましたね。なるほど、はい、ここまでですね、21秒が人間をね、はい、成長させるんだというのをね、もう信じられないぐらい今回教えられましたね。去年届かなかった21秒、実区間で割れば1人2秒ちょっと、なぜそこで1人が2秒ちょっとを詰めることができなかったんだろう。その一つの答えはその1秒1秒を削り出すというチームスローガンになりました。そこで酒井監督そしてチームメイトは師匠を押し立てたのが柏原龍二です。言葉で引っ張るのではなく、チームのために戦う姿を見せてほしい、それがチームの願いでした。柏原をはじめ4年生はその先頭に立ちました。そして酒井監督曰く、この斉藤のように3年以下は夏合宿暑い日も秋になって紅葉の季節も常に4年生のその姿を見て、この先輩に追いつくんだ、この先輩から何かをつかみ取るんだ、その気持ちはいささかも衰えることはなかったと見ています。ですからその4年生が引っ張る姿が相乗効果を持って下級生を引っ張り上げた、まさにチーム全員長距離部員49人の勝利と見ていいですね。はい、まさしくですね、選手走るだけじゃなくてですね、選手またスタッフ全員の学校もですね含めて、みんなの勝利だと思いますね。そうですね、残り1キロを迎えました。この斉藤隆、日本橋を渡って今さらにさらにそのビクトリーロードは大歓声に包まれました。3年生にしてついに掴んだ初めての大学駅伝、その最初の大学駅伝母校の襷をかける舞台は大歓声の箱根駅伝、それもこの都営旗への大群衆が見つめるこのアンカー10区でありました。一時は自分で駅伝を諦めかけたこともあったこの斉藤、諦めずにここまで進んできたこと、それが嬉しい、そう噛み締めているでしょう。さあこの斉藤、今回走った10人だけではありません。走れなかった選手たちがこのチームを懸命に支えてまいりました。長距離部員49人だけではありません、マネージャー7人、このマネージャーの中には自ら名乗りを上げた短距離選手の菅原、競歩の選手の今滝、こういったメンバーもチームを支えたいんです、自分の競技が一段落して名乗りを上げました。あの柏原龍二をもってしてこのチームの輪はこう言わしめます。柏原はこの4年間残したもので最高の幸せは区間賞、区間記録、チームの優勝だけではありません。チームのために頑張るんだ、最後まで力を振り絞るんだ、そう心の底から思わせてくれるこの仲間に出会えたこと、それが最高の大学の生活の財産だと言いました。今その思いを後輩に託す、受け止める後輩、この襷に今柏原龍二4年生から3年生斉藤隆、2年生設楽啓太、設楽雄太をはじめとしてこの伝統は引き継がれようとしています。栄光のビクトリーロード、そして柏原の思いは、4年生の思いは今下級生に引き継がれていきます。もうすでにこの大手町には歓喜の輪が広がっています。1年前わずかに届かなかった21秒、もう目の前のはずだったほんの 100m 少々、早稲田の背中を見続けたその悔しさを忘れなかったからこそ、1年後同じ大手町に帰ってきた時にもう後ろに誰も寄せつけず大手町に帰ってくることができました。東洋大学2年ぶり3回目の総合優勝はもう目の前に迫ってきています。昨日の往路2区でトップに立ち、そこから一度もトップを譲ることはありませんでした。圧巻は4区から8区までの5区間連続の区間賞、圧倒的な力、柏原そして設楽雄太の区間新記録もありました。
懸命に腕を振ります。顎を上げながら、そして今一瞬笑顔が浮かびました。3年生の斉藤隆、初めての箱根駅伝は東洋大学が噛み締め続けた悔しい21秒、 100m 少々を払拭する2年ぶりの総合優勝になります。すでに大きく歓喜の輪が広がっている。もう残りは 50m、 東洋大学2年ぶり3回目の総合優勝。そして総合タイムは10時間51分36秒、圧巻の大会新記録。2年ぶり3度目の総合優勝を記録ずくめで飾りました東洋大学です。圧倒的な強さを持ちまして、東洋大学が去年の悔しい21秒、 100m 少々、その思いを話しました。5区間連続区間賞、64回大会の順天堂大学以来という圧倒的な強さで、昨日の4区からの折り返しを見事に飾りました。さあ胴上げが始まります。高々と今この大手町の空に酒井監督の体が胴上げ宙に行きました。さあそしてアンカーの斉藤です。強い風が吹く中ではありますが、その囲む東洋大学の選手たちは全て笑顔です。そして柏原です。4年間連続で山を登りました。そして3度の区間新記録、自らを塗り替え続けた男が最後の箱根で笑顔で締めくくりました。高校3年生の時に今井雅人さんに5区はどういうところですかと聞き、やりがいのある区間と言われ、初めてその箱根駅伝山を登る意識を強くしました。フィニッシュ地点の読売新聞旧東京本社前、この東洋大学の歓喜の輪が広がっています。総合タイムが10時間51分36秒、これまでの記録を8分ほど更新する圧倒的な総合タイム新記録での優勝になりました。今回のこのアンカー斉藤は川上から統一選考で走ったアンカー、見事に栄光のテープを切っています。箱根史上初往路5連覇へ向けて東洋大学が今ラストスパート、淀川からさあ田中田、今小田原中継所2年連続トップ東洋大学です。この定方は12月5区の候補筆頭だと酒井監督から告げられました。即座に柏原さんに電話をしたそうです。緊張した、自分とは随分と立場の違う先輩なんだけども、電話をしたら懇切丁寧にいろいろポイントを教えてくださった、その感謝の気持ちが本当に大きいということです。その時の柏原さんの言葉は、僕の後任であることは気にするんじゃない、こんな大声援を受けて走れる駅伝はあんまりないぞ、雰囲気を楽しめ、一つ技術的に言うならば重心を前に保って股関節から足を上げる、足先で上げるんじゃない、股関節で登れという指示だったそうです。懸命に全身を使って、いや心身を使って登ろうという定方、今寒冷道門に入りました。このトンネルの中では皆さんの歓声がこだまして、さらに大きく風とともにこの定方を包んでいます。さあついに先頭の東洋大学定方、その背後にはっきりと今手元で10秒差、日本体育大学の服部翔太、そして早稲田の山本周平、この2人が猛然と、やはりスピード感が違います。この後捉えるのは間違いないでしょうか、果たしてどうだ、懸命に腕を振る定方であります。今4秒です、4秒まで縮まりました。さあいよいよこれから小涌園に向かいます。この3校です。先ほどまで上空で鳴り響いていたのは小涌園全景を映すヘリコプターの音です。しかし今その空気の振動が変わりました。その答えは駅伝ファンの大歓声です。沿道の皆さんが選手たちを目にするのはほんの一瞬、しかしまさにお正月、心の厄払いをするかのように箱根ランナーを待ち受けます。さあその小涌園前、今1号車先頭を捉える1号車の姿が見えました。まず姿を現したのは東洋大学定方俊樹3年生、長崎県川田高校の出身です。しかしそのすぐ後ろにはこの服部翔太、日体大学、日本体育大学、そして早稲田大学の山本周平の姿も見えます。その3人が今まさに並ぶようにして、今3人がこの小涌園前、その3人に対して小涌園の駅伝ファンが声援を送ります。
小畑が打ち振られます。さあどうだ、首位交代はあるのかどうか。定方逃げる、その後ろから服部翔太、また山本周平、ほぼ3人が並ぶようにして、しかしこの小涌園前トップで通過は東洋大学、そして日体大、並ぶようにして山本周平も行きました。トップとの差は4秒。この後逆転があるでしょうか。服部翔太が定方の背中を見つめます。ここからは 300m の直線、さあどうだ、服部が出ました。服部が前に出ました。首位交代、先頭奪回。しかし山本周平、3人が並ぶようにしてこの 300m のこの平地に臨んでいます。ここから 874m まで駆け上がります。今年1周年を迎えるあの東京スカイツリーよりもはるかに高い 240m も高いその箱根の山を越えていきます。さあしかしトップは山本周平、定方も粘ります。この3人がまさに団子状態、戦国駅伝を象徴するかのように早稲田の山本周平、東洋大学の定方俊樹、また日体大の服部翔太が箱根の山に挑んでいきます。さあ窓かの3人のつばぜりが続いています。果たして一体誰がまた振り切るんでしょうか。まずこの三角形頂点立っているのは山本、沿道からの声援に腕を振るその余裕があります。そしてシッと控えるのは左後方に日本大学の服部翔太、そしてその後方に3番手下がったのが東洋大学の定方。さあここで山本が振り切ることができるか。ちらっと後ろを向いた服部は線がほとんど送らない。そして今度は定方が歩道側に出る、ちょっと遅れた、定方はついていけない、山本が前に出る、服部がついていく。この2校と東洋大の差が今2メートルから3メートルついている。この山あいの霊気の中を今度は服部が出た、服部が前に出る、服部が前に出る、山本が今度はついていく。定方が懸命に顔を歪める。定方と山本の差が現在5メートルから6メートル。さあ瀬古さん、はい、ここでどれが我慢できるかです。そうですね、定方君ね、まあ、今までこう落ち着いて出してましたけどね、ええ、ここはやっぱり これ以上離れちゃいけないのでね、はい、はい、あのついてほしいですね。そしてその後ろからは東洋大学3年生の定方俊樹の姿も見えます。柏原隆さんが抜けたこの東洋大学の5区山登り、しかしつなぎの区間と言われたくはないと、その気持ちを強く前面に押し出して3年生の定方が初めての山登りに挑み、そして前の早稲田を追っているところ、今先に早稲田の山本周平が右にカーブを取りました。早稲田大学は3年連続往路2位のフィニッシュ。その後ろからは東洋大学、まず先に山本が2年連続の山登り、早稲田往路2位のフィニッシュ。そして東洋大学トップ、日体大とは2位早稲田で2分36秒、3位東洋大学で2分39秒の差で現在3位までフィニッシュしています。トップ日体大が26年ぶり10回目の往路優勝、そして早稲田は3年連続の往路2位、そして往路5連覇、史上初の快挙を目指しました東洋大学、その連覇の記録こそ捉えましたが、往路は3位でフィニッシュしています。現在ここまで往路芦ノ湖のフィニッシュは日体大、早稲田、東洋の3校です。明日の復路に向けまして早稲田そして東洋ともこの日体大を2分36秒、そして2分39秒で追うということになります。さて瀬古さん、はい、日体大がですね名門復活、30年ぶりの総合優勝でした。はい、まあ、これはですねもう OB その他ね皆さんも悲願の優勝ですよね。そして第2位に入りました東洋大学、監督の酒井です。本日はまた昨日と天候の悪い中沿道で、5000円いただきまして、誠にありがとうございました。総合優勝を昨年に引き続き目標としていました。結果的には総合2位という結果で、やはりこの結果はですね、非常に悔しいです。2年前はわずか 100m の差で負けましたが、まあ、今回は 1500m に近い差を分けられての文字通り完敗だと思っています。優勝した日本体育大学は非常に強いチームでした。前回あのチームは繰り上げスタートをしたチームです。我々がこの1年何かやはり足りないものがあって、出雲、全日本、そしてこの箱根と今一歩準優勝が3つ続きました。この悔しさを改めて原点に変えてですね、スタッフそして選手一同顧みながら、来年は必ずここでまた総合優勝を果たしたいと思います。
面から